でございます。本日は爆買いが止まらねえぜ、現地のドメブラインポート購入品徹底解説紹介ということで、以前ですねこちらの動画で割と専門的なことも含めながら、なぜそれを購入したのかなどもいろいろ話してきました。でそうした中でまだまだあるので、今日はそちらをですね継続的にご紹介していきたいなというふうに思います。さらなるブランドを知りたい方、より服の魅力を知りたい方、なぜいい服は高いのか知りたい方だったりと、この動画見るモチベーションがいろいろあると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。しかもね、全然関係ないこと話していいですか。関係なさすぎる話なんですけど、人づてに聞いた話なんですが、どうやらですねヒカルさんいらっしゃるじゃないですか。ヒカルさんのリザードのアイテムをですねレビューしろやとご指名をいただき、忖度なしにですね僕が思ったこと、そしてヒカルさんのためになること、いろんなね難しかったんですけど撮影したんですよね。でアップしたんですよね。で想像以上の反響をいただきまして本当にありがとうございます。でそんな中ですね、なんとねヒカルさんがねアンサー動画をね撮影したらしいんですね。それがですねどうやら2週間後ぐらいにアップするぞというのがですね人づてに聞きまして、それが本当なのかどうかはねちょっとまだわからないところがあるんですけども、それ昨日聞いてね1日経ったわけですけど頭から離れなくて、どうしたもんがねとちょっと怖いですよねというのがございまして、ただ今回ご紹介するアイテムたちに興味ある方って多分リザードに興味があるわけではなさそうな感じだったんで、ちょっとね話すタイミング話す動画間違えたかもしれませんが、何卒よろしくお願いしますいたします。では早速いってみよう。はい、ということで、まずはじめにルメールのね、T シャツからご紹介したいと思います。かなりシンプルなシルエット T なので、正直ね、この金額出して買うかなーみたいなこと考えたんだけど、とはいえ白 T 好きだし、素材感も肌触りもね、かなり良かったんで購入しました。デザインに関してなんですが、ポケットのデザインといい、そしてポケットの大きさといい、ワークのデザインを T シャツに落とし込んだらどうなるのかっていうところで、もう非常にこのポケットのサイズと位置と大きさだけではあるんですけども、ルメールの素材だったりとか、パターンだったりシルエットは綺麗めに寄せながらも、そして素材の良さを追求しながらも、デザインは様々いろんなヴィンテージのミリタリーというよりかワークからデザインソースを引っ張ってくる感じ。もちろんそのアイテムの中にはですねワークよりもミリタリーの軍物のねアイテムからデザインソースを持ってくることも多々あるんですが、どこかしらにルメールらしい雰囲気っていうのがロゴとかなしでも、こんな無地一色の T シャツでも若干こうルメールらしさっていうのは感じますよね。感じますか俺は感じるんだけど。で素材がねこれはめちゃくちゃ良くて、コットン 100% なんですが、コットン 100% という言葉だけ聞いたらユニクロにも GU にもしまむらにもそういう同じ T シャツはあるんですが、そうじゃないんです。というのも普通のコットンではなく、かなり細番手のめちゃくちゃ原料もいいコットンの糸をですねかなりハイゲージに編んでるんですよ。でさらにコットンのその糸もパリッとしたごつめの素材、そして糸ではなくて、言葉としては非常に分かりやすい表現で言うとぬるっとしていてしっとりとしてるんですよ。ちょっと軽さがあるんですが、そのしっとりとしてぬるっとしてるなんとも言えないこの肌触りと原料の良さが着てて気持ちいいんだよね。で比較的根っこはね広めなので、ネックレスをねあえて表に出すんじゃなくて中に入れた時とかの首元のねアクセサリーのねこうさりげなさってところもかっこよくなれるようなそんなアイテムですね。どちらかというとルメールって最近はだんだんヨーロッパっぽいカジュアルなテイストを取り入れていて、ユニクロ U の方は僕の認識というか僕のイメージなんですけども、どちらかというとアメリカンカジュアル寄りのタフで頑丈で武骨で男らしいアイテムをユニクロ U なりに解釈し落とし込んでいることが多くて、 4,5 年前とかもうルメールいっぱいめちゃくちゃ買ってたんだけど、ユニクロ U とルメールの全然違いはあるんですけど、方向性で言うと多少中には似すぎてないっていうものもあったんですけど、ここ最近はしっかりとユニクロ U とルメールの差が、もちろん今までもしっかりと方向性は違ったんだけど、より違いがはっきり出てきて、ここ最近のねルメールのコレクションだったりとか様々なアイテムがよりかっこよくねおしゃれに見えてきている、そんな今日この頃でございます。続いてこちら、バイナルアーカイブのオンブレチェックシャツを購入しました。こちら素材はですね、ウール 100% で、質感としてはめちゃくちゃ軽いです。で、なかなかね、いい素材を使ってるんですけども、その素材を極限までかなり甘く折ってるんですね。どれぐらい甘く折ってるかというと、結構ね、百貨店とかって、今はどうなるかわかんないですけど、結構昔とかって、百貨店に並ぶものを、ブランドのアイテムを見て、製品試験やって、それで通ったものを百貨店に並べるらしいんですよ。今もそれがね、どれぐらい厳密に行っているかはちょっとわからないんですけども、ちょっと昔の百貨店とかだと、製品試験が通らないレベルに非常にエアリーで軽く、いわばテロテロしてるんですね。これがね、たまんないんですね。形に関してはもうほんとオーソドックスな解禁シャツで、ちょっと気になったのは、内側のね、仕様とか、がっつりロックなんですよね。だから、そこら辺の縫製とかが、もう少しクオリティの高い縫製方法を選択できたんじゃないかなとか思いつつも、細かいとこをね、実際に自分自身も作ってるからこそ気になっちゃうのはあるんですが、とはいえかなりね、いい素材で、今のトレンド感のある、この前は小森のね、オンブレチェックシャツご紹介しましたが、そのテンション感でね、全く同じではないし、方向性も違うんですけども、夏に楽しめるオンブレチェックシャツ買いました。続いてこちら、アフターアワーズという、瀬川さんと岸さんというレインメーカーと シーオールのデザイナーさんと、あともう一人の方がですね、3人でタッグを組んで、ここ最近始めたブランドで、結構今ね、注目されているブランドでございます。そんな中で、今回、この表現が正しいのかわかんないですけど、僕はですね、デカスキッパーと呼んでますね。スキッパーシャツはですね、リドムからも、そしてビムからもリリースさせていただいて、フルオーバーの襟付きのトップスって、ザ・ユニクロのポロシャツみたいなね、イメージから、いや、僕らが、着たいのはそういうものじゃないでしょというところで、今どんどんいろんな解釈でね、かっこいいスキッパーシャツがね、リリースされていますけども、そうした中でこちらはですね、かなり大きめのポケットがダブルでですね、両サイドについていて、さらにリドムのね、スキッパーに関してもボタンを1個付けさせていただいてるんですけども、そのボタンを付け外しすることによって、どれぐらい首元を開けるかどうかの取捨選択ができるような、そんなデザインとなっております。このね、素材もね、結構いい生地、そして高い生地を使ってるんですよね。というのも、かなり細いコットンの糸をですね、表面してツイルで折り上げて、まるでウールかのようなドライタッチな風合いがありつつ、ウールにはない、ウールだけでは表現できないコットンならではの頑丈さ、タフさ、そして生地の厚みがしっかりと感じられる、非常にいいとこ取りなアイテムとなっております。続いてこちら、ブレインジェットの渦巻きぐるぐるシャツ購入しました。これね、いいのよ。ということでね、非常にインパクトが大きい、僕にしてはかなり珍しい購入品だと思うんですが、たまにね、こういうちょっとインパクト大な、デザイン特化型のね、アイテムが欲しくなる今日この頃なんですが、素材はですね、シアサッカー素材に、相良刺繍っていう、ヒカルさんのね、忖度なしレビューの時に、一番ヒカルさんが推しているスウェットの、このね、ロゴの部分が、相良刺繍だよなんていう話をしたと思うんですけども、それと同じ方法で、まるでタオルのようなファイル地がぐるぐると渦になって、袖だったり身頃だったり背中ですね、背中もぐるぐるとデザインが反映されているシャツを今回購入しました。日常的に着るかって言われたらあんま着なさそうなんだけど、旅行に行く時とか海外に行く時とか、ちょっと今日普通じゃない購入したいんだよなという時に思い切ってこういうシャツをね、着ていきたくなるような今日この号でございます。ボタンもね、非常に可愛らしく、そういったところで癖のあるシャツを今回購入しました。なんかよくある、最近もね、ゾウタウンとかで人気の柄シャツって言われるようなね、ザ・柄シャツ、青いバラだったりとかね、いろいろ反映されてるシャツ、昔に僕も着てましたけど、ああいう柄シャツってなんかちょっと飽きちゃったところもあったりとか、10代の後半とか20代前半の方々が着てる印象があり、そこに関して僕も20後半になって、ああいうテンションの柄シャツを着る感じが体力的に追いつかない部分があって、表現として難しいけど、せっかくね、シャツで柄シャツ着るのであれば、ちょっとこういう大癖のものとかも着てみたくなる、そんな年頃、そして現時でございます。よろしくお願いします。に対してこちら、シンプルさの中に素材の良さが生きる小森のシャツを購入しました。デザインとしてはね、非常にシンプルなオープンカラーシャツなんですが、こちらウールシルクの素材で、面白いのでご紹介させていただくと、これは何もウールシルクってあるから、ウールとシルクの混紡された糸なのかなとかいう風に思う方もいらっしゃると思うんですが、そうではなくてですね、縦糸ににシルク、そして横糸にウールを使ってるんですね。そもそもこれがかなり細い極細のですね、糸をツールで折っていることによって何が起きているかというと、表にはシルクの非常に綺麗なツヤ感があるんですが、裏はですね、インサート映像とかの方が分かりやすいと思うんですけど、ややマットなウールのね、ツヤ感がほぼない素材感になってるんですよ。そうすることによってシルク 100% のシャツもそれもそれで良さがあるんですが、シルク 100% に比べて軽さってところが多少軽減されて、ウールの本当に繊細な差なんですけども、若干のコシがありつつ、とはいえシルクならではの滑らかさとツヤ感と軽さが楽しめる絶妙なねところについてるんですよね。なんならね、夏に肌に直接着ちゃってもいいんじゃないかなと思える、そんなシャツを今回購入しました。続いてこちら、アンカバのピンク・フロイドのね、商業的にものすごく売れたアルバムがあるんですが、そのね、ジャケットのデザインがさりげなく横に反映されている T シャツを今回購入しました。そうなんですよ。っていうか、整形3週間目のところでございます。100日後に動画アップしたので、その動画ね、待っていただきたいんですが、短パンだった頃から比べると、多少落ち着いてきたかなというふうに思います。話は戻してですね、よく古着屋さんとか、あとはリサイクルショップとかでもね、ロゴ T でピンク・フロイドの T シャツとかが、いろんなブランドが時にオマージュしていたり、時にそのままやってたりと、結構ここに来ることは多いんですけど、ここのね、サイドに来ること結構珍しいなと。で、しかも、がっつりなんてさりげないんでね、そういったところで使いやすいなというふうに思いまして、このロゴが可愛い感じで購入しました。それだけでございます。続いてですね、スエージネーションのアイテムを合計4点購入しました。まずはこのね、ブルーのシャツですね。至って素材とかに関してはわりかし全てのアイテムを通して超凝ってるよねとか、超この素材が他には見ない意外性のある素材をこれに落とし込んだんだっていう驚きはあんま正直ないんですが、スエージネーションの強みっていうのが、やはりもともとニコルソンにいた方が独立されて立ち上げたブランドで、なんならもう高島亮君が国内に一気に広めたんじゃないかと思っちゃうぐらい新進気鋭な今人気なブランドとなっております。で、何がいいかって、かなり独特なパターンだったりとかシルエットだったりとか、普通そういうことしないじゃんけどするっていうカッティングだったりとか縫製だったりとかポケットの付け方とかが割とね、かっこいいブランドとなっております。細かいところで言うとね、このシャツの袖部分のタックをここに入れるとか、さらにはね、胸ポケットのね、デザインとかがありそうだったけど絶妙になかったよねというようなデザインをちょいちょいやってるんですが、ボタンとか素材に関してはまあ可愛いけどっていうような、ちょっとね、いろいろと素材に凝ってるアイテムが好きな方からしてみれば、なんか物足りないなって感じる方もいるっちゃいるんじゃないかなと思います。とはいえ僕はすごい好きです。これからね、夏が来るのにこんなね、長袖のシャツを買うというね、選択肢全然ありなんじゃないでしょうか。そんな中で俺ね、すごい欲しくて、あ、意外にもまだ買えるんだと思ってね、購入したんですが、おそらくレザーとかのブルゾンから多少デザインのインスパイアをね、受けてると思うんですけど、非常に袖が長くてウエストギュンギュンに締まっているアウターを購入しました。今日とかね、アレクサ、今日の気温は28度なので、このアウターはね、今室内でエアコン効いてるのにもかかわらず結構暑いので、今この説明あんまり需要ないんじゃないかなと思いつつも、優先的なね、構成をね、あえてデザインとしてね、入れてるところだったりとか、さらには思いっきりね、腰回りにたまりができるぐらいギュンギュンにウエストを締めているデザインとかが、今のあえて裾を絞ってアウターをタックインしてるかのようなスタイリング、 SS にも流行ったし、夏が終わって秋頃にもこういうかなり短い丈をウエスト絞って楽しむスタイリングとかね、今後も継続して人気になると思うんですけども、それがですね、コード縛ることなくシンプルに着たらこういうシルエットになるっていう、かなり面白いシルエットのアウターでございます。なのでシルエットをいかにしてぐちゃぐちゃにしていくか、いい意味でっていうのが挑戦的な感じがね、非常に好感を持てるような、そんなアウターでありブランドでございます。でね、このパンツもね、今めっちゃ人気だと思うんですけども、膝元にね、がっつりと上と下にタックを入れてるんですね。なので歩いた時のバルーンのね、膝元がガツンと広がるワイドなシルエットで、締まっていた状態でもかなり太いのに、歩いたりとか座ったりしたらもっと広がるんですよっていう、めちゃくちゃおもろいパンツを購入しました。ただウエストに、ね、ベルトループとかあったら、こういうベルトを垂らしたスタイリングとかキーフックとかつけられてね、良かったかなと思いつつも、非常に挑戦的なブランドの一番ヒットアイテムになってるんじゃないかなと思うような、そんなパンツでございます。最後、非常にね、タークらしいパンツをご紹介したいと思います。こちらですね、情報一個一個言っていくと、シアーであり、カーゴパンツであり、カモフラ柄であり、ウエストに癖のあるデザインで、タークってね、結構ジャガードなアイテムを僕の印象ではね、結構多くリリースしてる印象で、ジャガードなアイテムが好きなんじゃないかなと思ってるんですけど、そんなタークらしいジャガードが反映されていて、ウエスト周りもなんか色々とやっている、あえてタックを残しながら製品化している、色々やっているパンツです。これね、いいんですよ。ここまでいろいろやってるけど、かなりね、暗い色彩で構成してるからこそ履きやすいし、シンプルな黒のボトムに飽き始めてきた僕らだからこそ、ここまでね、いろいろやっているパンツに関してはすごくね、ハートときめいちゃうんですよね。これ何やっていいかというと、コットンのタイプライターの上にジャガードのシアー素材をですね、かぶせてるんですよね。そうすることによってパンツでのシアー素材ってさ、結構攻めてんなと思うかもしれないけど、しっかりと裏地というかコットンのタイプライターの生地があるので、足をすかすことなくでもすかすことができるっていう、今を楽しめるそんなパンツでございます。ベルトループがないので、ベルトがもちろん通せないのと同時にキーフックとかね、作れないのはあるんですが、夏はもちろんのこと、秋、そして真冬ちょっと厳しそうな感じがするんだけど、春と長いシーズン楽しめるそんなパンツを今回購入しました。めっちゃ可愛いですよね。ということで、今回はですね、僕の購入品をあれこれ皆さんにご紹介させていただきました。少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。